いけるんやったら俺にキスして。よし、どうも才能の塊金藤です。ザ・クリエイティブボダモサオです。どけ、ボダモサオです。はい、ね、ありがとうございます。はい、ね、今日はですね、重要なお知らせということでね、はい、動画を撮ってるんですけど、ちょっとその前に YouTube チャンネル登録者数 1.8 万人ありがとうございます。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。ね、我々 YouTube を始めてからまだ2ヶ月ぐらいしか出てないんですけど、そうですね、まあ、それで 1.8 万人、しかもこの伸びにくいとされているビジネス領域で、これ本当にすごいことで、早いですね。はい、もう本当に皆さんのおかげとしか言いようがないです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、うんうん、1.8 万人って、うん、僕ちょっとイメージ湧かなかったんですよ。あ、そうですね。だからググってみたんですけど、ほうほう、 Google 先生曰く、ほう、なんて日本武道館が満帆になるレベルらしいです。そんな多いですか。そう、日本武道館ってワンオクロックとかがライブするぐらいのキャパスからね。そうそうそう、あと補定とかね。補定とかね、うん、ってことは我々ワンオクロックと同等の影響力を持ったってことで間違いないですか。そう、そういうことになりますよね。まあ言うてるんですけどね、はい、まあ、早速、うん、金藤さんの方から重要なお知らせを言っていただきたいと思います。お願いします。あいみつイベント日本一受けたい授業開講いたします。ありがとうございます、ね、マオの実施のオフラインイベント初の試みというか、ね、はい、開催させていただきます。ありがとうございます。 YouTube ではですね、はい、一方的な発信これさせていただいてたんですけど、うんうん、そうですね、このイベントでは双方向のコミュニケーション、うんうん、あとは質疑応答の時間をたっぷり設けてますので、うん、プライベートのことでも、はい、仕事のことでも営業のことでも全然何でも聞いていただいて構わないので一緒に楽しみましょうということでね。お願いします。はい、で情報なんですけれども、うん、日時ですね、1月29日の土曜日、時間が15時から17時ですね。で場所が新宿のヒルトンホテル貸し切ってます。はい、ありがとうございます。はい、でここ一番大事な情報なんですけど、めっちゃ重要、先着70名様です。ありがとうございます。多分すぐに埋まってしまうと思うので、そうやね、どしどし応募いただけたらと思います。お願いします。で、応募の方法に関してはですね、概要欄にですね、応募フォームっていうのを貼っておくので、そちらからぜひ応募してください。はい、で、さらに詳しい情報はですね、公式 LINE で発表しようと思いますので、登録まだの方はぜひ公式 LINE 登録してください。概要欄にそちらも URL 貼っておきます。はい、はい、それではですね、我々のイベントでまたお会いしましょう。それでは金藤に会いに来てください。ボトムさんにもお願いします。